青木セレナのセレニャン塾、今回はバンカーショットこんな時どうするっていうテーマでいきたいと思います。まず、イレギュラーなこうバンカーショットですね。硬い時、凍ってる時とか、あとは何だろう、雨が降った次の日とかですね、こうバンカーがこう閉まってしまってバウンスで跳ねてしまうっていうのは結構多いと思うんですよ。でそういう時のポイントとしては、一定に振るっていうのが一番大事なポイントです。で次にゆっくり振るっていうのが2つ目のポイントです。でこの2つを守っていれば大体の硬いバンカーはあんまりこう大怪我せずに済みますので、これを守ってください。まずフェースですね。普通のバンカーショットの時ちょっと開くと思うんですよ。でも硬いバンカーの時はノーマルでいいです。普通のこうフェースの角度で構えてもらって、で一定にこうゆっくりですね、ゆっくり、自分のなるべくゆっくりです。こんぐらいのイメージで振っても全然いいです。で途中でやっぱりちょっと怖いので、だいたい皆さんこう速くなってしまったりとかするんですけど、あの速くなると地面に対して硬い地面に刺さってがないんですよね、この硬いと。でそうするとパンって跳ねてホームランしてしまったりするので、なるべくゆっくりこう一定に振るとこの跳ねが少なくなるんですよね。こうパンって跳ねてしまうのが少なくなるので、あんまりこうホームランとかせずに済むので、なるべくゆっくり一定に振ってみましょう。実際に打ってみたいと思います。ちょっとこのバンカーあんまり硬くはないんですけど、あんまりフェースを開かずに普通に構えます。で、まあ、スタンスは少しオープンでもいいです。で一定にゆっくり、このぐらいのテンポで、ゆっくり、このぐらいのテンポで、一定のリズムでゆっくり振ってみてください。